プロジェクトイグナイトに参加して自らの演奏に自信をつけた義母和也、掲げた大きな夢を形にするため2度目のニューヨークに向かう。目標を目の前にしてさまよい続けた姿はもうそこにはない。一緒に足踏みというか手拍子とかみんなで合唱したいですね。楽しみです。果たしてニューヨークブルーノートで三振の音色はどのように響くのか。勝負のステージに挑む。本番前日、向かった先は公園。前回訪れた時楽器を通じて会話したアティーバに会いに行く。漠然と夢を語っていた初めてのニューヨークで原点の大切さを教えてくれた。Over there in Africa, more than a million years of history. What we're doing here, connected. My favorite instrument is me. 伝えたいのは、自らを成長させてくれた感謝。That's true. I play Bruno. Yeah. 夢を追い求め、たどり着いた先にあった明日のステージを見てほしい。その思いを伝える。So tomorrow,You'll be sure to show me the root of your soul, the foundation of you. アティーバがおもむろに演奏を始めた。それはルーツであるアフリカの言葉で受け継がれる歌。Ancestors knew that sharing is well. My helping you is helping myself. アフリカの言葉で歌われる演奏に突然英語のアドリブが入った。再会できた感動をアティーバの世界で表現した。そしてセッション、音楽という共通言語で喜びを確かめ合う。ブルーノートのステージに立つ前にまた大きな勇気をもらった。次に向かった先は美容室。伸び続けた髪の毛を切る。必ず成功させる、その決意の表れだ。そしてすぐさまホテルにこもり、積み上げてきた思いを確認する。三振の音色を世界に響かせたい、その大きな夢が果てしなく遠い現実だと感じた3ヶ月前、本番前夜語り始めたのは夢を支えてくれた者たちへの感謝。おばあちゃんとお母さんにはメールしたんですよ。三振やっていろんな人と出会わせてくれてるわけだから、三振をくれたおばあちゃんと、そして大学に行かせてくれたお母さんのおかげだねっていうことを。大きな夢を支え続けたもの、それは女手一つで育て上げてくれた母、そして三振奏者という道しるべを与えてくれた祖母に成長した姿を見せたい、その思いだった。頑張ったのはあんただから、あんたの力だよっていうメールはしてましたけどね。あとは自分を信じること。大きな夢を追い続ける息子へ送った母の優しさ、そして絶対に三振の音色を響かせる、その強い思いの原点となったもの、それは今の勇姿を一番見てもらいたいあの人の存在。まあ、親父いつも笑ってる感じの顔でした。あの世とこの世をつなぐ三振の音色、必ず響かせる。そして夢を成し遂げ成長する姿をあの世の父に見せる。やるだけですよ。2011年9月19日、ニューヨークブルーノート。与えられた演奏時間は1時間。新曲を含めた5曲を披露する。本番前、残された時間でサポートメンバーとの打ち合わせを繰り返す。
本番30分前、日本の珍しい楽器の演奏が聞けるという噂を聞きつけた人々が続々とやってきた。大きな夢を成し遂げる、そのことだけに集中する男の素顔。全ての準備が整った。あとは自分が決めるだけだ。As we welcome to the Blue Note stage, Kazuya Gibo.